糖尿病を患っていて、目が見えなかったばあちゃん。一番家が近くて、よく遊びに来る私を、随分可愛がってくれた。思えば、小さい頃の記憶は、母が仕事で家にいなかったため、ほとんど、ばあちゃんと一緒にいた気がする。一緒に買い物へ行ったり、散歩したり。だけど、ばあちゃんが弱っているのは、子供だった私にもわかっていた。高校に入ると、友達と遊ぶ方が多くなり、ばあちゃんの家へ行くことが少なくなった。たまに行くと、さあちゃんかい?と、弱々しい声で反応していた。もう、声だけでは私だとわからなくなっていた。そうだよ、さあちゃんだよ。ばあちゃん、散歩行こうか?ばあちゃんの手を取って散歩に行ったけれど、もう、昔は歩けた場所まで歩けなくなっていた。それ以降、あまりばあちゃんの家へ行くことはなくなった。しばらくして、母さんから、ばあちゃんがほうけちゃったよ。と、聞いた。誰が誰だか、わからないんだって。私のこともわからなくなっているらしい。覚悟はできていた。けれど、悲しかった。それから半年くらいが過ぎた頃、ばあちゃんが死んだという知らせが届いた。泣くこともなく、通夜と葬式が終わった。葬式が済んだ後、私はおじに呼び出された。おじは、ばあちゃんたちと最後まで暮らしていた人だ。タンスの中に、さあちゃんの、という封筒が入ってたんだよ。そう言って、私に封筒を手渡した。ばあちゃんの字で、さあちゃんのと書いてあった。中身は通帳だった。私名義の、20万ほどの預金が入っていた。働いていないばあちゃんが、コツコツ貯めたお金。そういえば昔、ばあちゃんが話していた。さあちゃんが結婚する時のために、ばあちゃん頑張ってるからね。だから、ばあちゃんにも孫を抱かせてね。その夜、初めて泣いた。ばあちゃん。あれから5年も経っちゃったけど、さあちゃん、来年結婚するよ。孫を抱かせてやれなくて、ごめんね。でも、喜んで、くれるよね。